こんにちは、ゆです。今日はスペシャルゲストに。あ、すいません、川崎です。よろしくお願いします。あ、カーブを曲がっていきます。よろしくお願いします。川崎です。どうも。今日はですね、はい、まあ俺と高谷で二人で車中トークしていこうっていう企画だったんですが、はい、やっぱりもうカメラのセッティング、はい、僕たちはできませんので、そうだね、まあ、一応一人現在ついてきて、はい、ついてきてお願いします。なので、まあ今日はダラダラ、はい、もうちょっと車中トークしていきたい。そうだね。で、やっぱり、はい、あの俺テレビ見て。窓閉めます。何ですか？テレビ見たのよ。あ、テレビ。なんか出たっけ俺。なんか出た。金持ってるっていう。ああ、見てしまいました。うん、まあ俺は知ってたけどね。魔法の絨毯じゃなくてポルシェ乗ってんの。俺は知ってたけど。まあ、乗ってたしね。これにはね、乗ってたからね。うん、実はあの一回高谷とさ、うん、福山さんだね。あ、そうだね。福山さるさんだね。はいはい。映った時に。いや、違う、埼玉スーパーアリーナ。そうね。そう、あれで高谷が迎えに行くよっつって、あの家の下にポルシェ来て、あー変わっちまってんな、こいつも。大丈夫だと思った、普通に。なんか安心した、俺は。あ、本当ですか。なんか俺だけ、例えば、うん、俺もさ、結構無駄遣いです。無駄遣いっつうか、はいはいはい、そのなんか欲しいもん買っちゃうタイプ。そうだね、そうだね。だ時計とか買ってさ、そうだね、俺なんでこんな時計つけてんだろうと思ってたんだけど、その家の下にポルシェ泊まるときに、あ、やっぱ自分の趣味にはお金使った方がいいなと思って。ああ、なるほどね、うん、そうだね。だってさ、ミュージシャンってそうだよね。うんうんうん。まあだから俺もでもあのテレビで言わないみたいなのですごい悩んだのよ、まず、うんうんうん、であのオファー来た時に何かありますかってなった時にいろいろあったの。家族の話もあるし、うん、子供の話とか、なんか一応そのトークのあれなんだけど、いやこれはちょっとこの番組やったら言った方がいいかもしれないってなって言ったんです。まあ、ちゃんと叩かれました。叩かれた。あ、はい。なんて言われるの。なんかだからその、あ、こそういうの言うやつ嫌いみたいな。あ、本当俺もそう思います。いやでもさ、持ってるなんてみんなわかるわけじゃん。まあまあそうだね、うん、そうだね。めっちゃ持ってんの。いや待って待って待って、いやいや、わかるでしょ。まあこの業界にいたらね。だってさ、めっちゃテレビ出てるやん。まあそうね、カラオケランキング、カラオケランキングとか、ね、でもこれお分かりいただいたとように俺がこの感じだからあなたすごいから。いやいやいや、違う、それは違う。比べ物にならない。え、俳優やってますよね。俺俳優出してきた。違うのよ、俺やってないの。ランキング独占されてますよ。いろいろな知ってるか、もうしてないの。いやあれ前の話で、とんでもねえしてる、してる、とんでもねえしてるから。いやでもさ、いつまでモテるかわかんないわけじゃん、お金。まあそれは確かに分かる、うん、別だって俺たちがさ、いきなりなんかなっちゃったらさ、そうだね、わかんないじゃん、うん、例えば、うん、声が出なくなったとかさ。ああ、そうだね、なったらさ、わかんないわけじゃん。それはそう。今は頑張れてるわけじゃん、うん、でなんかこう幸せな日々送ってるじゃん、うんうんうん、なんか俺は最近、うん、ケアしなきゃいけないなと思って。あ、ケア、うん、気使うようにしてる。どういうこと。だってこの今自分の体があってこそじゃん。スポーツ選手じゃないんだけど俺たちは、はいはいはい、体があってこその、うんうんうん、分かるの、うんうん、その仕事じゃん。あ、そういうことね。そうだから、はいはいはい、別にお金のためじゃないけどさ、うん、ここがなくなったらさ、もう俺の存在意義って何なんだろうって。あ、ちゃんと、なるほどね。その体のケア、歌手としてはね。そうそうそう、うんうん、歌手としても、うんうん、聞いてもらえなくなるし、うん、で、お金もなくなるわけじゃん、はいはいはい、これって結構やばくない？え、ちょっと待って、今日金一本で行く。いや、そんなことないけどさ、金がなくなるのはまあ100本言ってしょうがないよ、うんうんうん、でも歌も歌えない、自分の好きなこともできなくなって。あ、そうだね。自分の好きなことが、それは確かに仕事になってるわけじゃん、ね、だからさ、これ本当やばいなと思って。そうだね。一回、このケアはね、自分の喉ダメだったじゃん、一回ライブで。俺もなったよ、前。あれマジで怖かった。え、怖いね。怖かった。夜になってさ、この声は戻るのかとかさ、めっちゃ思わなかった。すごい怖いし、俺はしかもライブ中に声出なくなって、だから名古屋公演、だから名古屋公演来ていただいた方は分かると思うけど、様子がおかしいな。後半ぐらいかな。いやいやいや、3曲目3曲目ファルセット出なくなって、地声ももう思いっきり出さないと出ないみたいな。なんか分かる、その叫ぼうとしないと声がかすれてもみたいになるみたいなことになって、うわやばい、深めの声が出ないと。そう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 、息多めとかがもうできないみたいな。うわー、それマジやだね。やばいっしょ。魔法の絨毯まだ歌ってないんだよ。やばいやばいやばい。それマジやばいわ。どうするどうするみたいな。あかんあかんあかんみたいになって、でまあそれはなんとか乗り切ったけど、で そのあの前回のツアー中俺はドラマも撮ってたから、うん、もうドラマも全部セリフ言えなくなって普通に喋ることができないから、うん、全部止まって。え、でもその時はまだ
まあなんていうの、まあもうちょっとこうなっちゃいましたと、もうめっちゃ謝って、うん、すいませんと、ドラマもアフレコになりますみたいなんで、もうめっちゃ迷惑かけて本当すいませんでしたっていうので、それはそれなんだけど、うん、俺が怖かったのはその先で、うん、え次のライブとか、うん、マジ私生活とか、え俺このまま一生声出ない、もしくは出たとしても今まで通りに歌えなくなることあんじゃねって言って、まあ、分かるわ、それがめっちゃ怖かった。それめっちゃ怖いよね。そうだし、もう一回、まあ、治ったとしてもう一回ライブで熱量高めにガッてやったらまた出なくなるんじゃないかみたいな。うわ、それも分かる。そのトラウマというかな。あるよね。ある、やっぱあるよね。めっちゃある。あれマジ怖いよね。またねヒーローとかも無理マジやんねえ方がいいんじゃないかみたいな。そういうことね、うん、俺はなんか前回ライブの最後にさ、弾き語りっつうか、なんかこう吹き鳴らして一人で歌うとこがある。熱っ。なんかこうテンション上がって、うん、それってもうメロディラインもぐちゃぐちゃしていいわけ。はい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 、なるほどね。見てたよね確かに、うん、叫んだんだよね、うん、バーってしたらさ、いつもさジャリ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 だったんだけど、うん、それがなんかジャリジャリじゃなくてジャーっていうしゃがりじゃなくて、うん、もうバーバリバリババ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 バみたいな嵐みたいなしゃがりが出たの。その時に俺こんな声出んだみたいな、新しい扉開いちゃったぜみたいな感じになったんだけど、終わった瞬間に声出ねえんだよ、ライブ終わったら。で、あ、これダメだなってなって、で、その後もライブ決まってるからさ、もうやんなきゃいけないからやるじゃん。そしたらさ、そのなんかこう来た人にがっかりされるの嫌だなと思って、歌い方をさ考えて工夫して歌って、なんかそれはそれで楽しいなと思ったんだけど、で、それって普段の歌ではないじゃん、だし、この元の気持ちいいとこは出ないわけ。そうだね、そうだね、わかる。ちょこちょこ出るから、そこをね、本当にどこで使うかめっちゃ考えて、頭で考えてめっちゃ歌ったんだけど、鬼のようにわかる。頭めっちゃ疲れてる、ライブ終わったに。いつもは体が疲れるんだけど、もう頭が疲れてめっちゃわかる。いやでも、まあ結局ね、安定が大事だよね。いや、そうなのよ。喋んなかったな、本当に俺。そうだよね、俺も全然喋んなかったし、でもドラマ撮影あるから、しかもラジオもあるし、やばいなみたいなのあったんだけど、すいません、入らせていただきます。実はさ、すいません、カチカチ、ありがとう。ゆうりチャンネル。なんかさ、レコーディングエンジニアと、高谷の話になったっけ。で、その、高谷は声じゃなくなっちゃった。これやばい。やばい。で、普通友達として心配だったわけ。で、なんかわかんないけど、医者でもなんでもないのに、俺とレコーディングエンジニアでひたすら語ってたのね。なぜ出なくなってしまったの。あんな綺麗な声の出し方で、あんな腹から出してる人が、喉が枯れるわけがない。だから俺も普段は枯れないから、変なことしちゃったら。でも高谷の曲で、こんな無理して、ふわーってやる曲はさ、別にないじゃん。ないない。だから、なんで高谷が出なくなったんだ、思ったわけ。で、俺とそのレコーディングエンジニアで、たどり着いた答えはただ一つ、あの俳優やってたじゃん、声の出し方やっぱ違うんだよ絶対。そうだから、喋ってなんかの演技する声と歌の喉って違くて、そう、どっちもぐちゃぐちゃになってたから、多分そのライブの時にそっちの喉を勝手に使っちゃったのか、 それとも普段演技でこうやってるやつで消耗してて、歌ってさらにやられちゃったか、絶対それだと思う。そうでしょ、絶対元の使い方は違うもんね。やっぱセリフはなんか意識はしてないけど、なんかこうやって普段喋ってるこの感じでドラマは喋ってなくて、なんかちょっとなんだろう、分かりやすく言うといい声で喋ろうとしてる感じというか、ラジオもそうだし、なんかテレビで喋ってるのもそうだし、この YouTube くらい本当にもう、あのこのテンションというかこのトーンというか、でもこのトーンって結構俺は低いからなんかあんまり通らなくて、マイク乗りが良くないから、なんか例えばこうもうちょっとトーンを上げて、さあということでね、始まりましたけれどもね、っていうこの一つスイッチを入れた喋り方をドラマとかでも演技でもしてって、でプラスお医者さんに言われたのは、いやもう普段だったら体全体使って歌えてるはずの川崎さんが声枯れるってことは、もう体全く使えてなかったんです。なんかドラマ、まあ、初めての現場で枯れなかったな。そう。緊張もしてるし、だって森川葵ちゃんとかと毎日一緒にいて、もうすごい演技を目の前で見せられて、で俺がだってセリフ飛んだりとか NG とか出したらもう全部に迷惑かけるから、絶対に NG は出したくないみたいな、迷惑かけられないっていう思いがめちゃめちゃ強くて、毎日超緊張してて、でも演技に緊張っていらないはずで、普段の会話をしてるはずだから、普
段喋ってる状態で緊張してたら意味わかんないことになっちゃうから、緊張しないようにみたいな変な力がずっと入ってて、プラス撮影休みの時にツアーやってるでしょ、うん、だからね、やっぱ喉をダブルで使ってたんだよね。そう、切り替えできなくて喉で歌って飛んでしまった。わー、なんかもうあれ、俺見た時に心が痛ったの。でもなんであいつがと思った、普通に。俺も思って、なんで俺がそんなわけないよね。そうなのよ。だって自分でさ、完璧なキーのところで作ってんじゃん。そうそうそう、ね、裏声がやっぱ上手いからさ、その無理やり行かなくてもさ、裏声がめっちゃ綺麗だから、裏声にファッて行って、うんうんうん、曲をさ、なんつうの、行ってよってとこじゃなくても、うんうんうん、なんか行ってよって思わない、裏声に行っても、うんうんうん、ね、これ裏声がいいなって思うような曲だと勝手に思ってて、そこがあんのになんでなんだろうって考えてたのが、今答え合わせできてすごく気持ちいい。なんかね、あの推理あったんだっていうすごいね、嬉しい気持ち。そう、だからそれで言うと、そのケアっていう意味で言うと、本当にドラマやってツアーやってるけど、俺ケア一切しなかったの。てか疲れてるとか、肩凝ってるとか、腰痛いとかなかったの、全く、うん、なさすぎて、マッサージ行ったことない、針治療したことない、歌った後のケアも別にしない、なんならめっちゃ酒飲むっていう状態で、お医者さんにちゃんと怒られた。でもね、これちょっとまたヤバいこと言っていい、うん、実はさ、その、ま、谷くんとかさ、俺と高谷とかさ、うんうん、同じ現場になること結構多いじゃん、うんうんうん、で、お行ってくるわとか言って、でも正直、もうタバコ吸うわけ、うんうんうん、あ、言っていくね、うん、俺と高谷、まあもうバレてるからね、別に俺の、うん、俺はしかもテレビで言ってるしね、うん、なんか俺と高谷、結構そんなに本番前も別に普通にタバコ吸うじゃん。あ、そうね、その5分前とか全然吸う。で、前俺、谷くんと同じ現場でさ、うん、出番行ってくるねって言ったら、谷くん部屋でずっとなんか吸ってたの、加湿のやつ、うんうん、そうだね、しなきゃなと思った。そうだね、俺もだから吸るようになったね。そう、なった、俺もなった、なった、吸るようになった。もともとだって2人とも超喉強いってことだもんね、それそうね。いや、強さはね、正直ね、強くないんだと思うよ、別に普通なんだと思う。ただ、その、なんぞ、出し方が上手なんだと思う。そうだね、確かに。わかる、うんうん、喉が強いとかそんなあるよ、だって。でも、ユーリカは確かに強い気はするけどね。そうなのかな、だってパワーエグいもん。いや、あれはでも、俺ひねり出してるよ。俺のライブ見たことある、一緒にやった、一緒にやったよ。すんごいクネクネしてるでしょ、君とやったよ。そう、まあ確かに途中ぐらいからさ、もう、まあ、だからそれこそ背中使ってるイメージがすごい強いというか、そうだから多分そういうのでやってるだけで、別にここの強さはみんな一緒なんだと思う、そんなに変わらない気がする。まあ声帯とかは、ね、声帯とかはだってさ、鍛えようがないしさ。確かに確かに、だから、でこれ方向合ってます。あ、全然全然大丈夫です。あ、全然、あの、何でもいいから。俺どこか分かってないよ。あ、ちなみに俺も分かってないけど。ゆりチャンネル、声の出し方はもっとライブでテンション上がっても、わかるわかる、プロなんだから、わかります。出し方ぐらいちゃんとずっと考えてやんなきゃダメだなって、うん、だから本当それをすごく考えるようになった、ライブをするようになってるんだけど、本当に最近で言うと、もっとユーリン、ユーリンボリューム3、はい、出させていただきました、はい、その説は、はい、ありがとうございました。あれはね、冷静さを欠いてしまったね。いや、ぶち上がるよね、ぶち上がりすぎてしまった。だからなんか綺麗に出そうとか、セーブしようみたいな、次のこと考えようとか、明日のこと考えようとか、全部さっぴいて、もうマジでバゴンみたいなってなったね。じゃあ結果楽しかったね。俺あれ病み上がりでさ、うん、病み上がりで喉が治ってきた、治ってきたとか言ってて、今日もこういつも 100% 出して150点目指してたけど、もちろん 100% 出すんだけど、なんかいつももう 100% 超えちゃうのを出しちゃって、喉がやっぱりヤバくなっちゃうから、だからちゃんと 100% で抑える、うん、もうじゃあ、うん、久々に喉がさ気持ちいいから出たら3曲目でさ、あの量すんごいヘトヘトになってさ。そうだよね、ずっと我慢してたから、うん、楽しくなるよ。いやでもね、やっぱあのスーマンっていうのは楽しいね。楽しかった、めちゃめちゃ楽しかった。だからさ、終わった後さ、うん、ご飯行ったじゃん、うん、で俺普段のライブの後ってもうバカみたいと思うの、うん、なんだけど、もうなんか疲れすぎてそんな飲めなかった、うん、あたりなんかゆっくりだったね。そう、あの日だって3杯4杯飲んだか飲んでないか、うんうんうん、そんなことないんだろうか。ありえない、ありえない、ありえない、ガブ飲み、いつも、うん、ガブ飲み、ガブ飲み、うん、水みたいに飲んでる。それぐらいこう消費してたというか、もうなんか酒を受け付けないぐらい全身全霊、本当に言葉通りダゴン行ったんだな。お客さんがあんななってくれたからね、最高だったよ、マジで。
なんかその打ち上げの時さ、うん、J が一番酔っ払ってたせいで一番気持ちよく酒飲んで、あそうまあ確かに、確かにあいつ端っこの席でなんか一人でガバガバ飲んだよ、確かに確かに、でもそれぐらい俺らも見ててもいいなって気持ちよく飲んじゃうぐらい最高しかった。だってなんかね、いつもライブの後って反省するようにしてんの。俺結構どんなやつも、いや知ってる知ってる、マジ、あここはしとけばよかったなとか、あーまあまあそうか、あの曲はこっちの方が良かったなとか、結構あそこの MC はちょっともっと伝えたいことを他にもあったなとかさ、結構思うようにしてんのね。はいはいはい、ただライブしててもさ一生音楽やっていきたいからさ、うん、ちょっとぐらい、そうね、次に向けてその日ぐらい真面目にやるよっていう気持ちで、普段おちゃらけてんだからよって、その日ぐらいはさ、はいはいはい、ちゃんとやるよっていう気持ちでその日だけは反省するようにしてんだね、うんうん、なるほど。なんだけどあの日だけは反省何もしなかった。ただ楽しかったなって思って。マジ楽しかった、やっぱいいね。あ、ちょっと一個いいですか、なんか自分さ、メガネの回みたいな発足したの。あんた入れないじゃん。あー発足しちゃいましたね。じゃあメンバー教えてくれ。高橋優くん、そしてワッチの橋口兄さんと俺のメガネの回、3人でちょっと作っちゃいました。企画したのかな、それ。その中に伊達メガネいない。橋口さん、橋口さん伊達メガネなんだ。ワッチの、うん、どう入ってないの。橋口さんふざけんなよ。おいおいおい、コメント来るぞ、コメント来るぞ。友達、友達。あ、そうか、一応友達。あ、そうだ、てか一緒に飯行ったもん。一緒に飯行ってるから、友達だし、あのライブ来てくれて、そうだそうだ、喋ってるからいいんだ。そうだそうだ、なんかちょっと何すかそれ。あの人ね、あの伊達なんです。ちょっと俺も入れてくれ。いや、そういいの、出てくれる。うん、ただ俺だけかっこいいサングラスいってずりずりんだけど。あ、いいね。そうだから、ちょっとこのメガネの会はなんかもっともっと大きくして、うんうん、毎年やりたいし、うん、なんなら来年もしまだやってないんだけど、うん、成功してみんなに喜んでもらえたら来年は東京大阪とか、あーいいね、広げてなんかやりたいし、いい、ね、ゆくゆくはメガネの芸人さんになんか入ってもらってみたいな、本当なんかもうジャンルレスなメガネかけてる誰でも OK みたいな感じ、うん、いいね、なりたいのめっちゃいいね。だからもう別にもうゆうりくんが出てくれたとしたらメガネかけてくれれば OK。 ドレスコード、そうそうそう、ドレスコード、だからお客さん全員メガネかけてほしいし。なるほどね、確かに。だからギネス狙いたいの、本当。何よそれ、あのメガネの人はこんなだけ集めたみたいな、そうそう、会場、ライブ会場というかコンサート会場でメガネをかけた数みたいな。わかんないけどありそうじゃん。ギネス、あとまあなかったら作りゃいいんだから、そう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 、謎の野望があった。そうだからそれ東京ドームとかでやった日には何年先か分かんないけど、何万人全員メガネみたいな、やべえなそれ、ギネス保持者。じじいになったら老眼鏡かけてやろうぜ。そうよ、ほんとそう、それもメガネです。この辺に全員歌手置いて。いや違う、老眼鏡近く見えねえんだよ。遠いな、みんな。ちょうどいいかもよ。確かに、いや、なんかあれ見ていいなと思った。ほんと、なんか俺結構さ、自分の中でさ、ユーリンライブって結構いいなと思って。うんうんうん、めっちゃいいと思う。なんかこうただのツーマンじゃないじゃん。はいはいはい。いいなと思ってたんだけど、うん、メガネの回も高屋ならではだなっていうのがあって、そうだね、いいなと思って。そうだよね。だからなんかずっとやってほしいなとも思ってたの。その言っても、うん、その俺がなんかメガネの回って言って集めて誰が出てくれんだとか、うん、その思ってたから、だからそれこそゆうくんとか亀田誠二さんとか、うん、メガネのもう大御所の方が発足してくれて、そこにいつか出るみたいな、あ、なるほどね、と思ってた。だけどそれいつなんってなって、で、ゆうくんと橋口さんと3人でご飯行った時に、そんな話をチラッとしたの。やりたい、こういうのあったらめっちゃ面白くないですかみたいなって言ったら、ゆうくんがお前やれやみたいな、俺出るからお前やれやって言われて、本当出ますみたいなって言って、もうすぐガチでやりますよ俺って言って、本当に出るよみたいなこと言ってくれてかなと。なるほどね。そう、なんかいいね、なんかいいね、先輩ミュージシャン。いや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 、いるだろ。どこに？いっぱいいるでしょ。どこに？知らんけど。俺がちょっと待って、俺が仲いい人、ヒロさんがいますか。ちょっと同い年。あ、先輩だけどね。そうだ、同い年。先輩だけど同い年。そうだね、同い年だね、確かに。あとやっぱでもあれ、あのスーパービーバーさんとかさ、渋谷さん、うん、俺結構誰でもくん付けできるタイプだけど。あー、なるほど、さん付けだわ。渋谷さんお会いした、あー、お見かけしたことあるんだけど、え、なんかさ、うん、スター感すごくない？オーラがさ、すごいだってさ、すごい、その何、俺シルエットでわかるじゃん。あー、それわかる。だって俺お見かけしたのは、今度言ったらあれだけど、山下達郎さんのライブに行かしてもらった時にいらっしゃって、うん、で、もう一瞬でわかったの。
いや分かるよね、一瞬で分かった。いやなんかえなんか俺と同じだっけすごい俺は挨拶したかったの、うん、お会いしたことないし俺は一方的にめっちゃ知ってるからうわっ柴井さんだってなったんだけど、あの目合わせられなかった。分かる、なんかおはようございますとか、あの俺シンガーソングライターやってて、あゆり君と仲良くてみたいな、うん、行きたいなと思ったんだけど、いや無理無理だった。ゆり君と仲良くて聞かないっすまだ聞かないっす、聞かない全然聞かない、聞かないか、全然ダメっす。それすっごいかっこよかった。いやマジかっけえんだよな、あと歌がいいんだよな。いいなんかさ、結構俺歌自信あるんだけど、その全然違うジャンルの、しかも全く違う歌い方じゃん。そうだね。うわいいなって、で自分の曲を歌ってくれたじゃん、レッドブルの時に。その時にそういう歌い方もありなんだなって、なんかすごく、あのこの曲ってそうやって歌ってもかっこいいんだとかさ、だからすごいなんか渋谷さん愛を語ってる回ですけど、いやでも本当女性からはもちろん、男から見たかっこいい、いやいや人よね、うん、ああなりたいなと思う。わかる。一回俺さ、また話変わんだけどさ、うん、渋谷さんの思い出して、うん、渋谷さんとも、モロハさんと仲いいじゃん、うん、で、好きじゃん、うん、俺も好きじゃん、モロハ大好き、で、俺系モロハ担当じゃん好きすぎて、いや全然いいでしょで、俺も好きじゃん、うん、一回ライブしたじゃん、うんうん、その時あ、モロハさん、うん、ライブ出た、そうそうそう、もうその時にさ、うん、すぐ高で泣きそうだね、タカやべえぞとか。いやそれ、あれはしびれた、いやもうね、羨ましすぎたもんね。なんかさ、正直あのさ、歌詞をさ、うん、変えてさ、うん、一回俺の名前がピッて入った、うん、ありましたね。あ、そうなんだ、やってくれてた。でも普通にで、俺結構、俺が最初にやった出番、うん、結構かまして、うんうん、行った後に、もう俺の MC とかもう全部さ、全部行かれたんだよ、かっこいいね。それ、かっこいいよね。もちろん、悔しい気持ちもあるけど、うん、好きだからね、うん、名前が出ただけで嬉しいと思っちゃって思っちゃったんだよ、うん、それがなんか、かえってすごい嫌だった。あー、逆に悔しくなる、ね、いや、でもそうだよね、立場がね、うん、だってだ、ね、完全に歌とかは分かんないよ、それは、うん、勝ち負けじゃないじゃん、歌は。そのそれぞれの曲に、うん、全員誰もが思いを込めて歌ってるのがあれなんだけど、うん、なんかそのMC とかさ、ライブのこの持っていき方とかも完全にやられたなって思ったから、ほんとライブで生きてる、うん、人ね。でも喜んじゃった自分にすごい悔しかった、うん、家帰ってから、うん、かっこよかったなって思っていいんだけど、でもよくよく考えたら全部持ってかれてんだって。今日あのライブを帰ってお客さんたち、俺がもしもお客さんで帰ってたら、モロハのことしか覚えてないな。あー、そうだね、めっちゃ悔しい。食われる、食われるライブ、いい、あれでもいい経験だったなと思うけど、はいはいはい、ちょっとミュージシャントークやな、まさかお金の話からここまでミュージシャントークに行くとはな。あーすごい、リーダーめちゃくちゃな方向行きまくってたぞ。リーダーちげえなやっぱ。じゃあ金の話するって。いやすな チャンネル登録お願いします。